14年連続でドラフト指名選出を輩出している明治大学。昨年のドラフトでは1位指名を受けたロッテの上田をはじめ3名が指名を受けました。今回はそんな明治大学の直近12年間の歴代主将を紹介していきましょう。2013年、中島博樹、外野手。2年時からレギュラーに定着し、いきなりベストナインも獲得。4年時は主将として春秋連覇を達成したが、自身は不振に陥り、優勝時はスタンド観戦であった。社会人では都市対抗優勝も達成した。2014年、高橋淳之介、捕手。高校2年時に甲子園準優勝を果たし、1年時からリーグ戦に出場するものの、1学年下の坂本がレギュラーに定着したため途中出場がメインであった。2015年、坂本誠志郎、捕手。1年秋から正捕手を務め、3度のリーグ優勝に貢献し、日本代表の主将も務めた。同級生には阪神の高山がおり、共に阪神からドラフト1位、2位で指名された。2016年、柳裕也、投手。1年春からリーグ戦に登板し、主将に就任した4年時は春、秋連覇を達成した。明治大学で、投手が主将にするのは珍しく、中日の先輩でもある、川上憲伸以来、18年ぶりであった。2017年、中野隼人、内野手。高校時代は松井裕樹と同級生で、2年時は甲子園ベスト8に進出した。大学では一つ下に渡辺直り、レギュラー定着とはならなかった。2018年、吉田裕樹、内野手。高校時代は3年春に選抜準優勝し、高校日本代表にも選出。大学では1年時からリーグ戦に出場し、4年春にレギュラーに定着し、打率3割2分を記録したが、秋は1点、0割台と苦しんだ。2019年、森下正人、投手。1年春からリーグ戦に登板し、主将に就任した4年春は日本一にも輝いた。その後の日米大学野球では、5戦中3戦で先発するなど、日本のエースであった。2020年、久米響、内野手。4年時に主将に就任するが、直後にコロナ禍となり、苦しい状況であったが、自身はレギュラーに定着し、チームをまとめた。高校、社会人でも主将を務め、キャプテンシーあふれる選手。2021年、丸山和也、外野手。2年春にレギュラーに定着し、日本一にも貢献。その後は怪我もあり、苦しんだが、主将に就任した4年時は打率3割で11盗塁を記録するなど、復活した。プロでも引き続き神宮で活躍。2022年、村松海斗、内野手。3年春にレギュラーに定着し、打率3割6分6厘を記録。主将に就任した4年春は、膝の手術をした影響で、代打のみの出場であったが、秋は復活し、日本一も達成した。2023年、上田久斗、内野手。1年秋からレギュラーに定着し、2年秋から5期連続で10打点以上を記録するなど、歴代3位の通算74打点を記録。コロナ禍で試合数減がなければ、更新もあり得た歴代を代表する好打者。2024年、宗山塁、内野手。1年春からレギュラーに定着し、2年時には大学日本代表にも選出されるなど、下級生から活躍。4年時は大学生ながら、侍ジャパンにも選出されるなど、ドラ1競合確実な選手である。しかし、春先の怪我で春季リーグは絶望と出鼻をくじかれた。明治大学の歴代主将を紹介していきました。プロに進んだ主力選手であった主将もいた一方、試合には、
ほとんど出場していない裏方のような、主将もいるなど、様々でした。以上、ご視聴ありがとうございました。今後も野球関連の動画を上げていきますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。